F2 次期戦闘機の開発が急ピッチで進む非凡ですが、この準国産を断念した経緯をご存知でしょうか。今回F3 戦闘機開発がどう決まったのかを詳しく見ていきます。現在、F2 次期戦闘機開発が急ピッチで進めているものの、F22 戦闘機の導入をアメリカが猛烈プッシュするも、日本への導入は拒否されたことをご存知だろうか。防衛省が開発中の航空自衛隊次期戦闘機は、三菱重工業を主開発企業として、IHI、川崎重工業、スバル、三菱電機、東芝、富士通、NEC が共同しており、愛知県内の工場において、500人体制のプロジェクトチームで日々進められている。また、2020年末に三菱重工業の技術開発を支援する海外企業として、アメリカのロッキード・マーティン、ボーイングとイギリスの BAE システムズの3社が争っていたが、ロッキード・マーティン社を選定することになった。米国ロッキード・マーティン社は、航空自衛隊で導入を進めている F-35 ライトニング2と第5世代戦闘機 F-22 ラプターを開発した実績があり、F-35 との関係からも順当な選択をしたと言えるだろう。この三菱重工業とロッキード・マーティンの協力作業と聞いて思い出すのは、現有戦闘機の F-2 開発が最も強い。航空自衛隊において、F-15 を補佐する多目的戦闘攻撃機として活躍している F-2 戦闘機は、第 4.5 世代戦闘機として分類されていて、別名、平成のゼロ戦と名付けられ、初の自国ジェット戦闘機というキャッチフレーズになっている。しかし、F-2 に関しては、開発当初、純国産を目指す FSX として、1985年当時の価値で、1650億円を予算として計画を進行中、研究開発コストの増大などから、当時の政府が弱腰となっていった。また、アメリカは、これまでの自国開発の実績から、日本の要求通りの FSX 開発には、約3倍の6000億円と見積もってしまったため、FSX 計画が頓挫することを懸念していたという。そのため、米国ほのから FSX の共同開発を持ちかけられる流れになり、弱腰になっていた日本政府は、アメリカの渡り船に乗ったというわけだ。この経緯から、日本の悲願である、純国産戦闘機の国内開発計画は、立ち消えとなってしまい、その代わりに、米国製戦闘機の輸入やライセンス生産もなくなったのだ。その後、F2 戦闘機の開発は日米共同で進行、設計母体として F-16 ファイティングファルコンが選択。1988年11月に主契約者を三菱重工業に選定、協力会社に川崎重工業、富士重工業、現スバルにジェネラルダイナミクス、現ロッキード。マーティンを選び、日本6対アメリカ4のワークシェアリングとして、契約が締結された。その後の FSX 開発に関しては、常に強硬姿勢のアメリカにイニシアティブを握られ続け、日本が FSX のために独自開発してきた技術は、無条件に提供することになってしまい、F-16 における革新的な技術は、ブラックボックス化されてしまい、FSX を日本主体で開発するとの意気込みは、闇に葬られてしまった。しかも、FSX に搭載するエンジンに関しても、一悶着があり、米国議会は、日本へのエンジン技術供与を拒否し、FSX 開発が頓挫してしまうと、アメリカ製戦闘機を購入せざるを得ないとされるところまで追い込まれていた。最終的には、ブッシュ元大統領が、日本へのエンジン技術供与を反対する議会案に、拒否権を発動したため、決議が覆されてしまい、
ゼネラルエレクトリックの F-16 搭載用 F-110 エンジンが、石川島播磨重工業、現 IHI によりライセンス生産されることになった。時代は流れたが、今回も三菱重工業主体の国内チームとロッキード・マーティンの組み合わせによる戦闘機開発との構図に、あの時の悪夢が蘇ると感じるのは筆者だけではないだろう。次期戦闘機の開発予算として、2021年度は2020年度の5倍にあたる576億円が計上されており、いよいよ開発が加速されていく。しかし、前回とは違いがあり、共同開発する外国企業が、ロッキード・マーティンに決定後も、イギリスのベイ・システムズや、ロールス・ロイスとの共同開発の話は生きており、どうやら、ロールス・ロイスとは、IHI で、開発を進めているエンジンで、共同開発を進めるという点である。英国 BAE システムズといえば、次期戦闘機と同じ、第6世代とされる戦闘機、テンペストの開発が順調に進んでおり、おそらく第6世代の有人戦闘機としての世界初の快挙を期待されている。日本は結局アメリカの犬となったが、初めの開発費見込み1650億円から3270億円に跳ね上がってしまったことと同じ鉄を踏みたくないことがあり、環境が変わってイギリス各社と結託する選択肢を残したのだろう。イギリスは第5世代戦闘機に関してアメリカに遅れを取ってしまい、世界市場の独占を許しているということもあり、日英連携で共同開発を進めて米国牽制をしていく思いがあるのだ。当分の間は機体パーツなどの共同開発から進めていくことになるが、今回のロールス・ロイスとIHI の XF9 エンジンの開発がその取っかかりではないかと見られている。現在、西側の第5世代戦闘機といえば、アメリカのロッキード・マーティンの F2 と F35 の対抗馬がなく、かつて F15 や FA10 は、地で一世風靡を巻き起こしたボーイングの名が薄れているのは、言うまでもない。ボーイングは、コロナの影響で、旅客機の売り上げも低迷しており、2019年決算では、22年ぶりに、純損益で、6億3600万ドルの赤字と公表した。確かに、戦闘機分野では、ロッキード・マーティンの下を行くが、哨戒機分野では、P3 氏の後継機 P8 の商談が順調に進んでおり、先日米空軍が発表した第 4.5 世代となる F15、EX、イーグル2の採用決定など、吉兆を見せている。その他にも、無人潜水艦 UUV、エコーボイジャーの開発進行など、海洋分野にも手を広げており、今後も期待できそうだ。日本の次期戦闘機の話に戻して、F2 の時との相違は、機体デザインは、先に三菱重工業が提案して、飛行実験に成功した先進技術実証機、X2、新進で培った技術を活かし、概なしているらしく、今後は、川崎重工業とスバルの提携で、完成形に近づいていくだろう。そして、エンジン、XF9 は、IHI がプロトタイプを防衛装備庁に納入済みで、もう詰めの段階に入っており、次の問題は三菱電機、東芝、富士通、NEC によるアビオニクス関連の開発と推測されている。第6世代戦闘機に期待されている無人機とのチーミングに関してはアビオニクスが鍵を握っており、これを純国産で開発できない以上はいつまでも外国の後塵を拝することになってしまうのだ。現在、政界から将来的には海外販売を視野に入れるべきと提言されているが、
それが可能になるかどうかは、開発が成功するか否かにかかっており、現時点で議論したところで、何も始まらないというのを理解してほしい。